どうもジョルジカーノです。今日は、本当にすごく今暑くなってきてて、これからアウトドアされる方たちにとっては少し厳しいシーズンに、毎年毎年ね、ニュースを見たら今年は猛暑だ、今年は猛暑だって、今年は近年稀に見る猛暑だって、もうずっと続くじゃん、一生暑くなってるじゃんって思ってる方たくさんいると思うんですけど、そんな猛暑の夏に、キャンプを楽しむための、キャンプ場の選び方っていうところにちょっとフォーカスして今日はお話ししたいなと思っております。でまず、選び方の基本としては、僕が、気をつけてるところ、まず一つ目は標高を気にしてください。で、山の時にちょっとお話ししたんですけど、標高が 100m 上がると、気温っていうのは 0.6 度下がるようになってます。なので平地よりも 100m 上がれば 0.6 度気温が勝手に下がります。で計算していくと、500m 上がれば、3.5 度気温が下がるんですよ。で30度の時にも 26.5 度の気温になりますっていう風になってますんで、単純に、今千葉、僕が住んでる千葉とかはもう海もすぐそこにあって、もうほぼほぼ海抜 10m か 20m の間のところなんですけれども、そこからじゃあ単純に 500m のところに行ってしまえば、それだけ気温が下がりますってところになるので、3.5 度って言ったら、なんで25度の日に、21.5 度、21度、21.5 度ですね。算数できなくなってる。になるっていうところなんで、全然違くないですか、感覚で感じてるって俺も、でも、25度の日にと 21.5 度の日と全然違うじゃないですか。これ夜になって夜の気温が25度になりました。で、21.5 度、夕方ですってなって、ちょっと涼しく感じるかなと思うので、標高を上げるっていうのは一つ考え方です。なんで 500m ぐらい上がっていく、もちろんもっともっと高いところに行ってしまえば、もっと涼しくなりますよっていうところになりますんで、標高を少しでも、高い場所とかを選んであげると、単純に、地球というかその出来とし作りとして気温はどん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 下がっていきますよっていうふうになりますんで、標高も気にしていただければいいかなと思っております。で、標高高いところに行ったところの、デメリットもありまして、気温差結構激しく出ます。なので、真夏だからといって、もう本当に、軽装備で行くと夜寒くて寝れないみたいな、真夏のキャンプで僕 1000m ぐらいのところでやったことあるんですけど、夜寒くて寝袋薄いのだったんですけど、さっき前に紹介した動画でもあった、シュラフカバーいつも入れてない、シュラフカバー引っ張り出して真夏に使ったこともあるぐらいなんで、しっかりと高いところに行くのであれば少し装備を持っていくようにしていただかないと、昼は涼しくていいよねってなったら夜寒いねってなる可能性もありますので、標高を上げた時はそういった注意点も、気をつけていただければいいかなと思います。あとね、標高を上げると 1000m ぐらいのところまで行くと、蚊とかがほぼいなくなるんですよね。なんで虫もめちゃくちゃ減るので、夏、暑いっていうところもあるんですけど、虫の問題っていうのも出てくるかなと思うので、そういったところも気にしていっていただけると、高いところに行くと虫も減っていきますよっていうふうに頭に入れて、標高をなるだけ高いところ、あんまりね、キャンプ場調べるときに標高って調べない方いるかなと思うんですけれども、キャンプ場ここ良さそうだね、標高何メートルだろうを一つ夏のキャンプ場選びの時は入れていただくと、より快適にキャンプができるかなと思っております。で続きましては、じゃあキャンプ場 の、画像とかちょっと見てもらったりとかすると、中のサイトの、雰囲気とかが分かると思うんですけれども、なるだけ木陰、木がたくさん植えてある場所っていうのを選んでいきましょう。ヒロッパのサイトってすごくオープンで気持ちよかったりはするんですけれども、日差しが強いともうその日差しがもろに来るので、すごく暑く感じますし、温度上昇すごい激しいんですよ。でやっぱ木陰ってすごい優れてて、上に木があって下は風が流れるのでめちゃくちゃ涼しく感じるんですよ。タープで同じぐらいの濃さの影を作ったとしても、やっぱり木でできた影の方が涼しく感じます。風の流れとかがしっかりと流れるので、なので、もし選べるのであれば林間サイトとかを夏は選んであげると、より涼しく、キャンプができるかな。なんで広っぱのサイトと林間サイトをどちらか選べるのであれば、林間木があるサイトを選んでいただくと、より涼しくキャンプが楽しめるのかなと思っております。はい。そして続きまして、
地面の問題です。次地面、あの地面が、芝生とかだと、湿度が上がりやすいです。あの植物は呼吸をしていますんで、呼吸によって湿度が上がっていきやすいので、特にテントを張ると、その上の部分に抜けていかない状態になってしまいます。ここの上を囲ってしまうので、なので中に植物が入って気温が上がります、で呼吸してますってなると、あの冬の時の結露の時にもちょっとお話しした、瓦チップとかウッドデッキ選んだ方が快適ですよっていうのが、実は夏も同じように流用ができまして、芝生が一番やっぱり、芝生とか土が、湿度が高くなります。で湿度が高いと、気温が暑く、気温が高く感じられるようになります。あの、空気の中に湿度が高いと、それを水分が温められて熱く感じるよっていうような感じになってしまうので、あの湿度が低くなりやすいようなところなんで、林間でなおかつ、芝生じゃないウッドチップだったりとか瓦チップ、それからもっといいのは、ウッドデッキ、下に空気が通るのでデッキ状サイトとかを選んであげると、まあ、より快適に過ごすことができるかなというふうに思っております。なんで今、場所の標高のところと、それから林間サイト選んでくださいねっていうところと、あと地面の話したんですけど、もう一つ僕が実は一番大切にしていることがありまして、夏は正直今押さえた3つのポイント、標高、それから、サイトの作り、それから、地面のところをしっかり選んだとしても、気温がそもそも高いので暑いんですよ正直どこに行ってもで元も子もないこと言ってますけど、なので僕はよく意識するのは近くに水場があるかどうかを、結構夏のキャンプはポイントにしてます。で水場っていうのは、まあ、海、川、それからキャンプ場によってはプールとかがあるところもあるので、そういったものがあるかどうかっていうのを僕は結構大事にしてます。でそこで、まあ、暑かったら一回川に入って涼んで、またキャンプ場に戻って、でまた暑くなったら川に入ってみたいなことができるのかとか、海の近くで海に入ってでシャワーはーって浴びて気持ちいいじゃないですかスッとなって、でまた暑くなったのでちょっとあの川行くかみたいなことができるところっていうところを僕はあの選ぶようにしてます。でっていうのが、なんでこういう選び方するようになったかって言ったら、僕九州の出身なんで、その高い山もなくて高地もあんまないんですよ。で九州のいいとこって、あの芝生めっちゃ綺麗なんですよ。で芝生のサイト、高いとこなくて芝生のサイトばっかりなんで、どこ行っても暑いから選び方はやっぱり僕の中では水場があるかどうかを、一番メインに選んでたっていうところで、でやっぱりこっち来てからいろんなとこ行ってみたんですけど、やっぱりあのどこ行っても暑いです、いろんな選び方しても。まあそれが長野県とかの 1100m ぐらいのとこ行った時はさすがに、お涼しいな真夏なのにって思ったんですけど、でもなかなかそこにね、あのみんな行けるわけでもないと思うので、意外と特に千葉とかであれば海とか川とか、あと、埼玉の方行けば奥秩父長瀞とか奥多摩の方の川があったりとかするので、まあ、いろんなところに水場のあるキャンプ場とかってありますんで、そういったところを選んでいただいて、しっかり涼むことができる。で、川が特に川が近くにあると流れがあるので、夜の、気温は下がりやすいです。そこで水が流れていってくれてるので、あの特に上流の方に行けば行くほど、あの冷たいあの湧き水から川になっていってるので、すごく、涼しくなりやすいので、夜も過ごしやすい場合が多いので、そういったものを選んでいただくと、まあ、より快適にキャンプができるかなと思っております。という形で、まあ、大きなポイントとしては、まずは、高地じゃない標高の高いところはなるだけ選んでください。で、林間サイト、木とかがあるところを選んだ方がいいですよね。で地面はあれだけ芝生じゃなくて、瓦チップだったりドデッキのところを選んで、下からの湿気が上がってこないようにしましょう。で何よりもやっぱり水場で逃げ場所がある場所に行った方がより快適にキャンプができますよっていうところになりますので、まあ、キャンプ場の選び方としてはこの4つを、しっかりと、見ていただいて、キャンプ場を選んでいただくと、まあとはいえ夏は暑いので、まあ、暑い夏を楽しみに行く中でも、その量があるっていうところだけでも全然違うのかなと思いますので、そういったポイントを押さえて選んでほしいなと思ってます。なんで、ギアの選びもそうなんですけど、どんだけいいギアを揃えまくったとしても、やっぱり自然には勝てないところはあるので、まあ、そういった選ぶっていうところから、キャンプをスタートしてますので、ぜひキャンプ場を
選ぶところから一つのアクティビティとして家族でわしゃわしゃね、今年の夏ここ行きたいねとか、ここ良さそうだよね、でここに行ってみた人誰かいないかなとかいうところで調べながら、そこからキャンプを楽しんでいただければなと思いますんで、ぜひこの夏に涼しいキャンプ行っていただければなと思いますので、ぜひお願いいたします。それではチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。